皆さんこんばんは。今日も東京ドームで行われました巨人対 DeNA ベイスターズの4回戦になりますね、クライマックスシリーズファイナル。対戦成績はですね、 DeNA ベイスターズも3勝1敗ということになっております。この1敗といってもですね、まあ、これアドバンテージの1ですから、この3試合はですね、本当に DeNA ペースでずっと来たと、ね、2対0、2対1、2対1、ロースコアゲームを全て、DeNA が取ったというね、3連勝ということで、まあ、ジャイアンツ、後がなくなりました。今日負けたらおしまいというね、プレッシャーのある中で、登板してきたのが井上温人、23歳の若手ピッチャー。彼がどういうピッチングをするか、これが、まあ、今日のゲームの一番の見どころではないかなと思って、見ておりました。その井上投手、素晴らしいピッチングをします。そのゲームご覧いただきましょう。はい、先発ピッチャージャイアンツは井上温人ですね。そして DeNA ベイスターズはジャクソンの調子もいいですからね、まあロースコアになるだろう、そういう予測をしたんですが、もう前半は本当にそのようになりましたね。井上温人投手、もう1回から5回までノーヒットノーランというよりも完全試合ですよね。5回まで1人もランナーを出さずに来たというね、素晴らしいピッチング内容でした。ジャクソンの方も良かったんですよね。3回まで1安打、そして4回ここで失点しました。先頭打者の門脇、フォアボールで出塁ですね。そして3番の丸、ワンワンからヒッテンドランかけましたね。思い切って打球が二遊間に飛んだ。ショートの森、追いついてはいたんですが、うまくキャッチができなかったということで、ノーアウト1、3塁、ジャイアンツ大きなチャンスが来ましたね。そして4番の岡本ですから、まあここはなんとか点にしないとというところだったんですが、岡本追い込まれて、外のボールなんとかバットに当てた、セカンドゴロ、ゲッツー、ダブルプレーは食らいましたけれども、サードランナーはホーム生還。最低限の仕事と言っていいと思いますけれども、1点ジャイアンツが先制したという4回でしたね。そして、井上温人は6回に捕まりましたね。ワンアウトから8番の戸柱、2ボールになった後の3球目、まあ、これ甘めには来ましたけれども、力のある球、戸柱も今調子がいいですよね。ライトスタンドにソロホームラン、本当にこのクライマックスシリーズ活躍しております。これで6回が終わった時点で1対1、もう全く展開が読めなくなりました。6回まで井上が投げて、7回船場様が来ましたね。先頭牧にヒットを打たれて、佐野はレフトフライ、ワンアウト1塁、4番オースティンというところで、もうピッチャー交代させますね。ケラーが出てきました。もうこれ力勝負しないといけないと、そういう阿部監督の判断だったんでしょうか。ケラーがですね、オースティンに最後空振りの三振、カーブでしたね。これで2アウト。そして5番の宮崎もインサイド寄りのまっすぐ低め、これで空振りの三振を取って7回0点に抑えた。その裏、ゲームを決める点がジャイアンツに入りましたね。この7回はワンアウトからですね、坂本がレフトへヒット、そして7番の中山ライトだったんですよね。ここ見応えありましたね。これまでですね、中山ライト2戦目から出てですね、11打数のノーヒット、ね、あの中山を使ったらどうかというふうに僕も思ってたんですが、その中山がですね、ここまで活躍できなかったんです。そしてこの試合もですね、センターフライ、レフトフライ、ヒットがまだ1本も出てない11の0。まあ、イニングももう終盤ですから、1点狙いということを考えればですね、送りバントも考えるところだったんですが、僕は多分強攻策するだろうと思いました。阿部監督の胸中を察するとですね、打てなくてもこれだけずっと使ってんだぞと、どっかでお前力を見せてくれというような気持ちで中山選手にフリーに打たせたんではないでしょうかね。その気持ちが伝わったように、ワンストライクから低めのまっすぐライト方向にヒット出ました。このシリーズで初のヒットですね。これで坂本もよく走りました。ワンアウト1、3塁という形ができて、そして8番の岸田、初球でしたね。セーフティースクイーズを試みました。これはですね、やっぱり坂本の、まあ、スタート、これが難しいところだったんですが、いいスタートを切りましたね。ピッチャーのジャクソンも無駄なくキャッチャーに送球したんですが、それでも間に合わない、フィルダースチョイスがついて1点が入ったというね、場面でした。
これで2対1、まだワンアウト1、2塁。そしてピッチャーのところで代打の長野が出てきて初球、これは驚きましたね。ダイソーで出てた増田、セカンドランナー、そして一塁ランナーは岸田でしたけれども、中川隼人が出てきて初球だったんですよね。まあ中川アンダースロー、ちょっとモーションがゆっくりしてる、そういうところをですね、もう初球でついた、これは素晴らしい走塁だったと思います。増田の走塁を本当褒めたいなと思いますね。これで二塁三塁となって、長野に期待したところだったんですけれども、ファーストゴロでしたね。このファーストゴロをですね、オースティン一発でホーム投げてれば、もしかしたらアウトのタイミングだったかもわからないけれども、ちょっとこうお手玉したような感じで、もうあの時点でですね、ホームはもう間に合いませんでした。その間に合わないホームに送球してしまった、まあこれはフィルダースチョイスとエラーがついたと思いますね。それも悪送球してしまいましたので、打者走者の長野も二塁まで行ったというね、ちょっとここで、DeNA にほころびが出ましたね。この勝ってる間の3試合全く守備のミスがなかったんですが、この回にちょっとミスが、出てしまいましたね。はい、これで2点追加して、4対1ということになりました。そして8回はバルドナードが出てきて、先頭打者ヒットは打たれましたけれども、その後の3人を三振三振ファーストゴロ。そして9回大勢、もう一度ここでですね、ちょっとピンチが来ましたね。ワンアウトから牧粘られてフォアボール、そして3番の佐野にはですね、デッドボール当ててしまいました。そして4番オースティンですから、ちょっとここはね、心配するところでしたけれども、最後低めのフォークボール、見逃せばボールですけども、あのフォークはやっぱり手が出ますね。いい高さに来ました。空振りの三振。そして、5番宮崎にもフォークボール、低めのボールゾーン、ここに投げて空振りの三振で打ち取ってゲームセット、4対1でジャイアンツがやっと一つ勝てた。アドバンテージを含めると2勝3敗。明日勝てばですね、イーブンに持ってこれるというところまで来ましたね。はい、勝ちがケラーにつきました。1勝です。そして負け、ジャクソン。ジャクソンもいいピッチングしましたけれども、負けがついてしまいましたね。そして、セーブは大勢、初セーブです。そしてホームラン。6回に同点に追いつく、戸柱のソロホームラン。これもね、価値のあるホームランでした。はい。そして今日の MVP、 ここはですね、まあ坂本も頑張りましたけれども、僕はやはりこのプレッシャーの中で、まあロースコアでないともうこれジャイアンツは勝てないよというような気持ちで見ておりました。その先発を任された井上温人の素晴らしいピッチング、これがですね、やはり勝利を呼び込んだんではないかなと思いますね。はい、ということで井上温人投手 MVP とさせていただきました。こんなゲームでした。まあ今日のやっぱり一番の見どころは、僕はあの中山礼都選手の打席でしたね。あの場面、阿部監督の性格からするとですね、送りバントはないんじゃないかな、11打数ノーヒットだけど、なんとかしろっていうようなね、葉っぱをかけるような強行策だったんではないかな。それに応えた中山選手もですね、一皮をめくれてですね、また大きな選手になっていくんではないかな、そういうものを感じさせる一本のヒットでしたね。ということで、ジャイアンツがやっと勝ちました、ね。やはりセリーグの覇者がですね、4立て食らって負けているようではちょっと寂しいです。やっと一つ勝ってくれてですね、格好がつきました。格好がついただけでは困るんですよね。今度はやっぱり勝ちに行かないといけない。さあ明日ですけれども、ジャイアンツは山崎伊織、そして DeNA の方はですね、濱口ですね。この2人の投げ合いということになります。まあ、ジャイアンツの山崎伊織はですね、この DeNA ベイスターズ戦では、4試合の登板で3度クオリティスタートということで、まあ、安定したピッチングをしている。明日もですね、そんな大量点のゲームにはならないんじゃないか。浜口が踏ん張らないと、今度は逆に、ジャイアンツがこの一つ勝ったことでですね、勢いが出てくるかもしれないというね。明日はですね、今度は浜口のピッチング、これが一つ大きな見どころになるんではないかなと思いますね。浜口の場合はやっぱり立ち上がりきっちりくればいいんですけれども、コントロールが乱れるとですね、ちょっとこうガタガタってくることもあるので、まあそういうことのない立ち上がりを見てみたいなと思いますね。はい、ということで、今日のゲームは、巨人が DeNA ベイスターズに、4対1やっと一矢報いて、対戦成績を2勝3敗、井上温人の素晴らしいピッチングが印象に残ったゲームということになりました。以上です。